た頭のおかしくなる挑戦を頑張ります。北の端っこまであと4日、余裕やね。頭やられてる。昨日マジであまりにも直線を一回も止まらず自転車ずっと漕ぎ寄ったけん、頭おかしくなって何やってんだろうってなった気分を岡部に話したら、岡部も同じ感覚に巻き込まれてったから、やっぱそうなるっぺ。した富士山、山のてっぺんが噴火によってぶち壊れてる。すげえよね、あれ山だったんだぜ。あんなに土だらけになってすげえよな。三笠天然温泉、今日は満月が綺麗な日、綺麗らしいね、月見の日。そうなの、今どこも綺麗な月が、日本全部
やー北海道いいね。でも最低気温15度。みんながこの動画を見る頃はもう冬だかな、冬かもね。明けおめーっていう。いやクリスマスかもしれん、分からんけど。でも北海道好きやね、めっちゃ好きやわ俺、めっちゃいいよ、空が広い、駐車場もでけえ、空もでけえ、道もでけえ、道もでけえ、トラックは相変わらずでかい。道にジャガイモが落ちとるね。北海道の道路にはジャガイモが落ちとる。